현실적으로 직접 쓸 카드가 별로 없는 일본은 미국의 마지막 기대를 거는 모습입니다. 지소미아 종료 직전 나고야에서 열리는 G20 외무장관 회의에 맞춰 존 설리번 미국 국무부 부장관과 스틸웰 차관부가 일본을 찾는 만큼 막판까지 미국을 통해 한국의 지소미아 종료 철회를 끌어내려는 보관인 것으로 알려졌습니다. 도쿄에서 YTN 홍보열입니다. 미국 夜の、関門海峡です。関門海峡じゃないのか。下関を今出て、向こうに見えてる明かりがですね、山口県の明かりです。釜山港に到着しました。2019年11月22日、午前6時30分になります。気温はですね、そんなに低くはありません。穏やかです。今日一日終わってというか、明日の朝になりますが、朝というか、午前0時ですね。午前0時を、境に、日本と韓国との、ジーソミア、軍事協定が、失効するという日です。今回はそのジーソミアが失効することによってどのようなですね、空気の変化があるのか、その辺をですね、現地で、体験してみたいということで、今回こちらにやってきました。おはようございます。現在、コリーの中なんですが、今、下船が始まりました。8時です。朝からですね、ジーソミア関連のニュースがずっと流れています。向こうのサロー外相が出てますけど、とにかくもジーソミアの話題ばっかりです。そろそろ下船、私も下船したいと思います。